南淡路交通安全協会は前の事務局長だった男性が協会の積立金少なくともおよそ1400万円を横領した疑いがあるとしてこの男性を今日、刑事告訴しましたどうも申し南淡路交通安全協会によりますと 今年2月に退職した前の事務局長の男性は協会の積立金少なくとも合わせておよそ1400万円を横領した疑いが持たれています今年6月に行った会計監査で不明金が見つかり男性に聞き取りをしたところ横領を認めたということで協会は今日この男性を警察に刑事告訴しました 男性は横領した金について2001年頃からパチンコなどの遊興費などに使ったと話していて教会に対し弁済する意向を示しているということです。